松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼御勢や播磨の大名別所長治らを用いて毛利に当たらせた。さらに尼御勢の寄る光月城の後援として秀吉と光秀を派遣、信長自身も播磨平定のため出陣する。しかし長治らの寝返りで戦況は一変、苦戦を強いられた信長は秀吉と光秀を呼び戻さざるを得なかった。播磨平定戦。戻ったか十兵衛、三月も一緒か。いや、三月は光月城にとどまった。このままでは城は落ちる。誰かを尼御救援に向かわせることは。三木城の別所長治、それに有岡城の荒木村重が相次いで離反したことは聞いている。すぐに奴らを沈めねば毛利を勢いづかせ、次は京を脅かされることになろう。故に光月城は捨てる。尼御一党を救う余力はない。それが天下一新のためなのだな。承知した。今はとにかく播磨の平定を急ごう。うむ。乱世の断り壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切り開く。別所は城へとこもるか。ならば城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様へ。四方城を無事制圧した殿。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。こたびの戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。今だ、織田信忠を討ち取れ。伏せるがいい。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。四方城に伏兵だ。援護に向かえ。なんとか間に合ったな。今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。で、ある。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。三月、光月城より戻った。親父に話がある。戦が終わったらな。いかに織田とて不意をつけば崩せよ。体勢を整える前に叩くのだ。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。任せろ。で、ある。本陣を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。なんとか片付いたか。
もう出てくるなよな。開門。承知。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。失せるがいい。妙だ。敵の動き、あまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。本陣は守られている。しからば直ちに攻勢に転じようぞ。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。この城、敵に渡してなるものか。申し上げます。で、ある。毛利の増援が戦場に接近中です。厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。討ち死に。耐えきれ。引かせてもらう。友軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代湖兵、前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。任せて。承知。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく、敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が参った。戦況も幾分か好転しよう。よっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。済ませてはならぬ。急ぎ援軍を潰すのだ。敵将、切り伏せと。引かせていただこう。お手柄じゃねえか。俺の刃から逃れられると思うな。尋常に勝負いたせ。全て壊そう。阻めるものか。相手ではなかったか。開門。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。分かった、ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。城に到着しました。みんな攻撃を開始しろ。何、後輩の城が攻められているだと。前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。敵が前線より後退するようこの機を逃す。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、戦力を集中させて落としとくか。よっしゃ、制圧成功だ。任せ。よっしゃ、次から次に相手来やがる。くそ、カズージ、苦戦してんのか。これ以上仲間を見捨てられるかよ。この手でねじ伏せてくれる。城内の兵糧が枯
心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。二騎城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。開門。失せるがいい。二騎城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。打ち死に。よし、二騎城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たな、毛利。三木城攻略と合わせ、奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。消えろ。三木城へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。毛利、主の邪魔はさせない。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。俺との戦いは避けられぬだろうな。敵将打ち取ったり。ここは引こうかあるまい。三木城へは到達できなかったか。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。援軍が全て敗走だと。私は織田に逆らうべきでは。一瞬だ。俺の刃から逃れられると思うな。あばめる者か。相手ではなかったか。承知。度重なる侵攻もここまでだ。この私が織田の野望を打ち砕こう。手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。さあで、ある。奴らに奇襲をかけてやろうか。殲滅する。本陣近くに毛利の手勢か。あやつ、いかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどあり得るものか。内通者が手引きをしない限りは。だが、暴めるものか。織田の討滅、かなわなんだか。無念なり、討ち死に。毛利がここまで来てしまったか。だが本陣は私が守り抜く。味方の救援ご苦労さん。早速で悪いが、てめえはここで果てな。打ち死に。承知。敵に情けはかけぬ。やってられねえな。しよう。おだめ、次は必ず止めてやる。存外手間取らされた。これにて
播磨の制圧はなった。光月城は落ちた。勝久様も鹿之助も死んだぞ。で、あるか。おい、それだけかよ。親父に見捨てられて死んだんだぞ。一時の情に流されて判断を誤れば、犠牲は尼子一党のみでは済まなかっただろう。だからってそんなに簡単に割り切れるもんか。なんでギリギリまで助けようとしねえんだよ。美月、お前には分かるまい。いや、分かったよ。親父がろくでもねえ冷血感だってな。そうやって鹿之助を切り捨てたみたいに、俺の父親も切り捨てたんだろ。お前、信行のこと。親父のこと信じたかったけど、もう無理だ。じゃあな。天秤に浸るのはさぞや心地よかろう。信長、まあどうだか。銃、何をバカな。俺はやっぱり根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。鎌倉は魔王の懐にいらぬ。